Coming to you live from the IYG Beauty Academy Studios in Fukuoka, Japan. It's time for Quizna Beauty with your host, Ikumi Yoshimatsu. Quizna Beauty.皆さん、こんばんは。8月22日日曜日9時になりましたよ。クイズナビューティーの時間です。そして、クイズナビューティーメイン MC、イクミンこと、吉松イクミです。こんばんは。こんばんは。そして、今夜もよろしくお願いします。もう8月も皆さん、後半に差し迫ってきましたよ。もうあっという間ですよね。そして九州はもう雨ばかりで、今日も雨がね、ちらほら降っていて、もう本当に太陽はどこに行ったのかなっていう感じなんですけども、今更ね、梅雨が来たような感じで、暑さもどこかへ行ってしまった。まあそんな感じがしていますが、皆さんのお住まいの地域どうですか？でもね、そんなことを言っても、まだまだ9月も残暑が厳しい日本ですよね。ということは、まだまだ夏は終わらないということですよね。ということで、今日はイクミンのダイアナさんと過ごすサマースキンケア、そしてメイクアップを紹介していきます。ちょっとチラ見せしますよ。チラ。これ使ってやってきますよ。はい、さあカラフルなパレットが見えたと思いますが、まあ私が毎日やっているそのスキンルーティーンと、そしてこのサマーメイクを紹介していきたいと思います。ぜひね、あの皆さんの参考になったらいいなと思いながら、あの一緒にメイクしていきましょう。はい、さあそしてこんばんは族、今日もいっぱいいらっしゃいますね。山田光一さん、由美西郷さん、リーナケイさん、ポポタン A さん、そして北村恵美子さん、美和前川さん、そしてくまちゃん、こんばんはといただいております。他にもね、こんばんは族、後々紹介していきたいと思います。はい、そして辻智子さん、イクミンのスキンケア楽しみです。ありがとうございます。そして森優子さんもね、ダイアナスペシャル楽しみですというコメントいただいております。そして何よりもね、芝黒さん、おめでとうございます。ね、何がおめでたいかと言いますと、コメント読んでいきますよ。はい、ゴールデンプロポーションアワード、まあ、これはダイアナさんの、まあ、ミスコンというか、そうですね、そういうものなんですけども、全国大会に出場できるようになりました。イクミンのような素敵な笑顔で撮影できたらいいな、どうしたら笑顔で撮影できますかと、それを受けて、まあ、ポポタン A さんも、私も写真が苦手ですと、どうも被写体が悪くていい感じにならなくてというコメントをいただいております。もうね、ぴったりなアドバイスがあるんですけど、これ語らせたらね、イクミン長くなりますので長くなっちゃいますので、このアドバイスは番組の後半の方で、あの皆さんにシェアしていきたいなと思います。なので、あの最後の最後までお見逃しなくお付き合いください。さあ、さて早速ですが、皆さんのお待ちかね、前回のクイズナビューティーのラッキーウィナー紹介していきますよ。もう参加者全員の中から一人ラッキーの方を選んでいきました。さあ、ユーザー名のこの方です。はい、やすまささん。はい、ユーザー名やすまささん、いらっしゃいましたら、これから5分以内に今夜参加していることをコメント欄に教えてください。待ってます。はい、さあ待ってる間にですね、実は今日のダイアナスペシャルは、今 Facebook でこのクイズナビューティーご覧の方、クイズナの Facebook、 見てる Facebook からもクイズの参加が可能になっています。なので、YouTube のアカウント持ってないわという方でも、そのまま Facebook でプレイをしてください。番組の後半にクイズの部分が入ってきますが、そこで Facebook を見ているあなたも参加できます。なので、そのままスタンバイしておいてくださいね。はい。さあ、それでは、まず、早速、ダイアナさんの夏のキャンペーンを紹介させてください。ダイアナさんの夏の着るエステ体験が始まりましたよ。薄着でも自信の美ボディへ。薄着したいのにね、こう自信がない、そんなあなたにぴったりな、ぜひ体験してほしい、こちら、はい、ダイアナさんの着るエステ体験となっております。こちらはですね、プロのカウンセリングによって、きちんと正確なボディサイズを知る、そして体全体のバランスを見てプロポーションを整えていきます。はい、ちょっとこちら見てください。体重の変化はね、一切ないんですよ。なのにダイアナさんの補正下着をつけるだけで、バストもそしてヒップトップもこんなにね、キュッと上がるんですよ。メリハリボディになれます。そんなダイアナマジック体験が、今ならこのクーポンコードで通常1650円の体験が
半額の825円で体験ができます。このキルエステ体験のお申し込みはですね、必ずウェブでのお申し込みになりますので、詳しくはダイアナさんのホームページ、ダイアナ .co.jp、ダイアナ .co.jp をチェックしてみてくださいね。そのリンクもね、下の方の概要欄に貼っています。はい、さあ、柴黒さんに対してね、おめでとうございますと、そして安政さんに対してもおめでとうございますと、もうおめでとうコールがね、鳴り止まない今夜のクイズナビューティーなんですが、ありがとうございます。安政さんいらっしゃるということで、はい、おめでとうございます。ねえ、もう存在感バッチリの安政さんですよね。おめでとうございます。はい、そしてクイズナビューティーではお友達紹介キャンペーンも開催しています。お友達を紹介してくれた方には2ポイントプレゼントですよ。1人5人まで紹介できますので、最大10ポイントもゲットできます。お友達も誘って、みんなでワイワイ楽しくね、こうクイズナビューティーをどんどん盛り上げていきましょう。はい、さあちょっとコメント拾っていきますね。はい、そしてね、もうすごい番組前半にもう大変ポジティブなメッセージいただいておりますよ。高崎聡さん、こんばんは、楽しみにしていました。この世の中一体何が起こるかわからない。確かに何が起こるかわからないなら、何事も明るくポジティブに行動してみる、行動だけが現実を変えていくのだと思います。本当にそうですよね。もう今の世の中、先週のね、災害もそうですし、もうこの社会今起こっていることもそうですけども、本当に明日は何が起こるかわからない。そしてもう1年先2年先どうなってるかわからないという今だからこそ、もう行動あるのみですよね。いろんな情報がありますが、とにかく正しい情報を見極めて、ポジティブマインドで今できることをみんなでやっていきましょう。そうするとね、明るい未来が待ってると思います。ポジティブなメッセージありがとうございます。さあ、それでは番組の説明の方に参りたいと思います。クイズナは日本初 YouTube で生配信中に、皆さんの回答をリアルタイムで集計できるクイズ&トーク番組です。クイズ上位入賞者1位2位3位そしてラッキービナーの方には、ダイアナさんより豪華プレゼントが贈られます。もう損は1ミリもありません。楽しいしかない、見て学んで答えてウィンの視聴者参加型のオンリーワンクイズショーとなっています。番組前半はクイズナレポートや、そしてゲストへのインタビュー、後半は前半に関するクイズショーの2部構成となっております。先ほども言いました、後半の部分のクイズは今 Facebook で見ているあなたも参加できますので、 Facebook そのままプレイしてみてくださいね。そしてプレゼントは上位入賞者に贈られますが、なんとクイズナビューティーにはこの9ポイントという嬉しい、参加するだけでポイントが貯まっていく制度があります。20回連続でクイズナに参加をしてくれた方には10ポイントのボーナスポイントを差し上げています。毎回参加すると、まあ、必ず1ポイントは貯まりますので、皆さんコツコツ貯めて、お好きなプレゼントとポイントを交換するというのも手です。はい、はい、クイズナポイント私も貯めたいという方は、必ずクイズナ登録、はい、登録というのが必要になってきます。クイズナウェブサイトにて登録ページがありますので、そこから登録をしてください。注意なんですが、まあ、登録するときは携帯のアドレスしか持ってない人はいいんですけども、もしパソコンのメールアドレス持っている方は、ぜひパソコンのメールアドレスを登録するようにしてください。定期的にたまった9ポイントをお知らせしています。そのポイントが何ポイントたまったか、モバイルだとなかなか届かない場合があります。はい、さあ、そしてたまった9ポイントをプレゼントと交換できる9カタログというのがありますので、こちら見てください。クイズナウェブサイトには皆さんが貯めたポイントをプレゼント商品と交換できるページがあります。旧カタログの下にプレゼント交換フォームがありますので、ぜひ必要事項を記入して、皆さん9ポイントと欲しいプレゼントを交換してくださいね。そして気になる今夜の上位入賞者のプレゼントを発表します。こちらです。1位の女性の方には、毎日のケアで差がつくマルチに使えるオイル美容液ディアナージュユイール、そして男性の方には化粧水、美容液、クリームの機能を1本にまとめたメンズ美容液、ディアナージュメンオールインワンセラムを、そして2位の方には微粒子のシルバーパールでトーンアップ、この夏はブルーベースで透明感とくすみをカバー、ケキュアコントロールベースブルーを、そして男性には魅力的な男の素肌を作る洗顔フォーム、ディアナージュメンフェイスフォームを、
3位の方には男女ともに唇の保湿、夏に嬉しい UV ケア、これ1本でできちゃうケキュアリップエッセンスをプレゼントしています。ラッキーウィナーの方にはこちらです。これからの季節大活躍の日焼け止め、 UVA 最高レベルの SPF50+、 ダイアナ史上最強の UV ケア、ディアナージュサンプロテクターをプレゼントいたします。安政さん待っておいてくださいね。はい、さあちょっとコメントも拾っていきますよ。あ、岸本優子さんも全国大会出場おめでとうございますと、ダイアナ CC さんからコメントが入っているということは、岸本優子さんも全国大会に出場なんですね。素晴らしい。もう本当にね、かけがえのない、もう地方大会からね、こう這い上がって選ばれた方が全国大会行きのチケットを手に入れるので、本当に皆さん頑張って努力されていると思います。もう今でもね、もう合格、もうイクミンからはもう大拍手を送りたいんですけども、ぜひ優勝を目指して頑張ってください。さあ、そろそろクイズナビューティーの前半、クイズナレポートに参りたいと思います。今回はですね、ダイアナスペシャルということで、イクミンもダイアナさんの T シャツ着ていますよ。見えるかな？はーい。さあ、ダイアナスペシャルということで、イクミンとダイアナと過ごすサマールーティンを紹介していきたいと思います。イクミンがいつも愛用しているダイアナ商品はさあどれでしょうか？いつものスキンケアルーティンとサマーメイクアップを紹介していきます。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか？クイズナーレポートに参ります。ビューティー。ダイアナ。皆さんこんばんは。夏になりましたね。今夜はダイアナさんと過ごすイクミンのサマーメイク、そしてサマースキンケアを皆さんにシェアしていきたいと思います。早速ですが、私はメイクをする前に必ずやることがあります。それは保湿です。イクミンの最初のスキンケアは炭酸パックをやっていきます。あー、すっきりしました。はい、さあそれではここから2パターン紹介します。まずはもう肌がとっても疲れてるなって感じた時は、イクミンは何をするかというと、はい、こちらです。ディアナージュ 3D ファストアクティブマスク2をやります。こちらはですね、このようにここにマスクが6つ入っています。ただこれのすごいところはね、このひたひたの美容液1本分のシートマスクが入ってるんですよ。はい、こういう風に不思議な形をしています。これね、見て、首までケアができちゃうんですよ。このデコルテまで、このデコルテまでケアできるっていうのが嬉しいですよね。これ頻度どれくらい使ってるかというと、週に1回スペシャルケアデーというのを作って、ディアナージュ 3D ファストアクティブマスク2をやっています。次はデイリーに行ってみよう。さあ、それではイクミンのデイリースキンケアを紹介していきたいと思います。炭酸パックが終わった後は、次にするのは化粧水を塗っていきます。やっぱり今日紹介するのはサマーと夏のスキンケアなので、これから美容液に移っていくんですけど、私が使っているのはこちらです。ベルコアバランシングジェルです。毛穴をキュッと引き締める、夏の間はベルコアバランシングジェルを使っています。テクスチャーこんな感じです。とってもね、リッチなジェルなんですよ。ちょっとなんかサラサラしてるよりもロペッとしたジェルで、すごく引き締め効果があります。すごく整います。はい、夏の間はやっぱり私はベルコアバランシングジェルをよく使っています。さあ、次に、はい、乳液を使っていきたいと思います。はい、乳液終わりました。さあ、次に、クリームつけていきたいと思います。今イクミンが使っているのはこのシカクリーム使っています。はい、これがまあ一応ベースとしたスキンケアなんですけども、ここからさらに部分ケアしていきます。アイクリームですね。ディアナージュアグレスリンクルクリームを使っています。はい、これは人差し指に少し出してから、目元口元のスキンっていうのは通常の皮膚よりも3分の1も薄いので、やっぱりこういうふうにもう30超えるとケアしていかないとちょっと怖いですよね。さあ、次に紹介するのは
まつげ美容液です。これはこうチューブからちょっとこう綿棒に使う分だけ出してあげて使っていくので、綺麗なクリーンな美容液がいつも入っているという感じで、私はとても気に入っています。ダイアナ様ね、こういった容器にもすごくこだわっているので安心ですよね。はい、さあ綿棒を使ってまつげの目元に塗り込んでいきます。これをやるようになってから、私は普段ビューラーでまつげが上がらなくなってたんですけど、すごく上がるようになりました。やっぱりこうまつげに栄養が行き渡って、腰が出たのかなと感じてます。はい、これでイクミンのベースのスキンケアは終わりました。次はメイクに移っていきます。では早速これからサマーメイクをやっていきたいと思います。まずはベースですね。私のスキンはですね、イエローベースと言われていますので、まずはイエローベースからまず先に塗っていきます。はい、色味はこんな感じです。はい、結構オレンジ色、誰にでも馴染むような色合いをしています。最初はイエローで整えてから、はい、やっぱり夏は透明感出したいですよね。はい、これどれぐらいブルーかって言って、結構衝撃的にブルーですよ。ほら、こんなにブルー、鮮やかでもこれを、はい、全体的に塗るのではなくて、こう透明感を出したい部分にポイント的に塗っていきます。ブルーオイルとすごく透明感がアップして、夏らしさが倍増します。どうですか、透明感ちょっと出てきません？そして次に使うのがやっぱり夏はこれですね。はい、ケーキはフラットバームです。これで毛穴を目立たなくしていきますよ。これは、まあ、バーム状、こういうねバーム状のものですので、キーは薄く塗っていくこと、そして顔全体ではなくて毛穴の開きが気になる部分に塗っていきます。はい、ちょっと本当にもうくるっと、人の体温で溶けますので、1周2周してうっすら塗ってきます。これをするのとしないのでは夏場のメイクの完成度が全然違います。さあ次に今度はファンデーション塗っていきます。私はこちらを使っています。じゃーん、はい、ダイアナさんのリキッドファンデーションです。今の自分のお肌に一番合っている色を調合するためには2つあった方が顔の色を作りやすいので、私は2つ使っています。イクミンカラーの出来上がりですダイアナさんのファンデーション何がいいかっていうと、ピタッてお肌にくっつく感じが、装着感がすごいんですよ。ダイアナさんのファンデーション使って、うわこれもすごいんだっていうのを本当に感じて、ダイアナさんのファンデーション一筋でずっとファンデーション使ってます。さあそしてこれが基本のベースメイク出来上がりました。では次にハイライトを入れていきたいと思います。ハイライトはこちら使っています。イクミンは明るいコンシーラーをハイライトとして使っています。これはコンシーラーとしてはとても優秀なんですけど、そしてこれで馴染ませていきます。こうすることによって顔がとっても立体感があふれる顔になってきます。鼻筋が通りましたよね。はい、どうでしょうか、少しここと T ゾーンが明るくなって立体感が生まれたと思います。さあ次にお粉なんですけど、私が日頃使っているお粉はこちらです。はい、ディアナージュルーセントパウダーです。これもダイアナさんのパウダーですよ。はい、これ皆さん何だか分かりますか？これはダイアナさんが出している、はい、筆、じゃーん、筆を取って使ってます。もうね、パウダーもとっても優秀で粒子が細かいんですよ。ちょっとこうテカリ感を残しつつ、もう本当に目元だけしっかりここで叩いていくんですけど、あとはもうサササササって感じで終わらせます。
アイメイクはじゃじゃん、これもねダイアナさんから出ているパレットになります。こちらはアイシャドウ、こちらはリップです。このブルー系を使ったメイクを紹介していきたいと思います。はい、さあ使っているのは、最近使っているのはこちらキャンメイクのジェルアイライナー使っています。こんな感じで、ちょっとこう目のラインに沿ってアイラインを引いていくっていうのがポイントです。このくらいです。はい、ここでビューラーです。ビューラーでちょっと上げておきます。今のうちに本当にアイラッシュエッセンスを使うようになって、ビューラーでまつげが上がるようになったので感激なんですよ。はい、さあそれではアイメイクやっていきます。まずはこの眉の下のここの部分に、はい、まずはこちらの白を塗っていきます。これね、ダイアナさんのアイシャドウってすごく細かいパールが入っているのですごく可愛いんですよね。上品なパールが全部入っていて、これね、ついてるかついてないかわからないぐらいの感じがこう光によってこうキラキラってするので、私的にはとてもお気に入りです。はい、そして次に、はい、ゴールド、夏はキラキラでいきましょう。ゴールドをアイホール全体に少し塗っていきます。水色をつけていきますよ。はい、これは二重の幅よりも気持ち少し出るぐらい、うん、こんな感じです。はい、じゃあそれでは次に、さっきジェルアイライナーをのせたんですけど、それをぼかしていきます。はい、アイアナさんのこの筆を使っていきたいと思います。夏っぽさを出したいので、この青と黒を少しミックスしながらぼかしていきたいと思います。こんなに、これ黒じゃないんですよ、青。ちょっとこう手の甲で調整しながらぼかしていきます。で、今上の部分ばっかりを化粧しているので、下の目と一体感を出すために、この三角の端っこの目尻の三角のところを残ったアイシャドウで押さえてつけていきます。こうすることによってアイメイクが一体感が出てすごく落ち着く、締まります。はい、どうですか、だいぶ目に力が出てきたと思います。はい、そして私はこのゴールドを目の涙袋に入れていきます。見えますか、今目の下にちょっとキラキラが入りました。そしてマスカラを塗っていきます。ボリュームを出してくれるのと、お湯で落ちるマスカラを使うようにしています。さあそして次に眉毛描いていきます。ここがね、とっても重要なんです。私のポイントは、濃く描くこと、気持ち濃く描くことですね。そしてポイントは、調整するときは上に足していくのではなくて、この下の部分を足していく。はい、こちらじゃーん、このパウダーのパレットを使ってグラデーション作っていきます。どうですか、少しできてきましたね。はい、これでアイメイクの完成です。とっても夏らしいですよね。次に、ハイライトを入れていきたいと思います。これがすごいんですよ。はい、このハイライトとってもいい仕事してくれます。上品なカールがプロダクトがすごいんですよ。オレンジのチークを乗せてます。ほんと笑った時のね、このアンパンマンができるこのチークの上に乗せるようにしてます。で、このちょっとハイライトっぽいチークが横にこうついてるので、それを動かなくて、このアメリカの、はい、ティントを使ってとっても落ち着いた色になりますよね。それでまた、はい、このリップエッセンスで潤いを足していく。
そうするとマスクをしてもこれティントですので唇がずっとずっとこのようなマスクの下でも取れない。はい、完成です。これでイクミのダイレクスボスサマーメイクアップ完成です。皆さんぜひ真似してみて参考にしてみてくださいね。それでは、皆さんどうでしたでしょうか。イクミンの通常のルーティーンですね、サマールーティーンとそしてサマーメイクアップ、参考になりましたでしょうか。ちょっとね、映像は音声とちょっとなんか動画がズレがありましたけども、メイクはバッチリだったですよね。いろんなコメント拾っていきたいと思います。ありがとうございます。あの目元を主に、コンシーラーを使ってたんですが、あの鼻を立体的に見せるためにコンシーラーを使うのすごく勉強になりましたというコメントありがとうございます。やっぱりあの結構皆さんね、コンシーラーはこういうシミを隠したりとか、クマを隠したりっていう固定概念にとらわれすぎ、とらわれちゃうんですが、実はね、ダイアナさんのってテクスチャーがすごく柔らかいので、もうハイライトにももってこいなんですよね。なので、イクミはこれはいいと思う。もうつけた瞬間にね、もうすごいもう鼻をね、鼻を際立たせるハイライトにしてました。はい。あといろいろね、あのコメントいただいております。ゆきんこさん、パレットの色味いいですね。これでしょう。もうほんとダイアナさんのパレットすごいんですよ。こんなに入っててね、もう今日はですね、 KW さんね、あのイクミンいつものメイク違うよねっていうお話されてましたけど、そういつもはイクミンこのブルーのメイク載せないんですけど、今日はサマーメイクということで夏らしいメイクを紹介したかったので、やっぱり特別な日にはイクミンは結構ね、グリーンとかブルーのアイシャドウを乗せることが多いんですよ。はい。なので、まあこういう色を使ったんですけど、もうね、いろんな可愛い色があるので、またこれ好評でしたら、まあ秋バージョンとか冬バージョンとかいろんなバージョンで皆さんと一緒にね、あの、メイクをやっていきたいなと思います。そして、あの、信子さん、近藤信子さんがね、パウダーファンも多いですよと、リキッドファンデーションではなくて、多分パウダーファンデーションのファンも多いですよというコメントをいただいてます。いや、あのね、ほんと正直わかります。私も最初、そのリキッドじゃなくて、パウダーを使ったんですね。それで、今までイクミンは、リキッド派だったんですけど、しばらくね、もうパウダーが良すぎて、このずっとね、ダイアナさんのパウダーファンデーションを使ってました。なので、そのシチュエーションによっては、パウダーを使ったりもしています。まあ、やっぱりね、メイクっていうのは自分のその、肌のコンディションだったりとか、例えばステージに立つときですとか、普通のビジネスのミーティングですとか、いろんなね、シチュエーションによって、どん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 メイクって変えていきますので、今日はとりあえず、サマーというね、もう涼しい感じの夏らしいメイクを紹介したかったので、まあ、イクミンはいつも、こう、お肌にツヤ感を出したいんですね。なので、パウダーをしてしまうと、どうしても、こう、マットに仕上がってしまうので、ちょっとツヤ感を出したくって、リキッドファンデーションをよく使っています。はい、もっともっとね、いっぱいコメント来てますので、後々拾っていきたいと思います。はい。山下めみさん、メイク参考になります。イクミブルー最高。そう、今日ね、これやってるんですけど、ブルー綺麗ですよね。うん、そしてね、Kさんからのコメントね、パールって真珠のパールですかっていうのは、まあそうなんですけど、もちろん多分真珠の粉が直接その、パレットに入ってるわけではなくて、私が言いたいのはその真珠のパール、真珠のようにキラキラキラってこう上品に光るじゃないですか。ああいう感じの光をダイアナさんのアイシャドウは演出してくれますよという意味でのコメントでした。わかりましたかね。はい。男性はね、もう女性って毎日こんなことやってるのってびっくりしたと思うんですけど、ね、女性陣の皆さんね、大変なんですよね、これも。でも、大変なんですけど、楽しい。自分の顔がもうパレットのようにね、どんどん変わっていく。もうビューティーになっていくのがすごく楽しくて、イクミンはいつもいろんなメイクを自分でアレンジしながら、毎日日々楽しく過ごしています。参考にしていただいたら、嬉しいです。楽しかったという方はぜひ高評価グッドボタンを押してください。はい、さもね、これメイクのこと、スキンケアに関してもう語り出すとイクミン時間が足りなくなっちゃいますので、はい、今回もねかなり苦労しました。もうね、喋りまくりすぎて、もうとにかくロングバージョン、いつかね皆さんとまた一から共有していきたいなと思います。さあ、それでは進んでいきますよ。クイズの説明の方に入りたいと思います。
クイズナビューティーのクイズは全部で10問あります。クイズを私も出題したいという方は、クイズナオフィシャルサイト、クイズナ .com にて出題ページがありますので、そこから出題してください。リンクは概要欄に貼っていますので、そこから飛んでくださいね。そして、チャンネル登録まだやっていないという方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、そしてここからクイズの回答の仕方説明していきたいと思います。Facebook を見ているあなたもクイズ回答できますからね。さあ、ちょっと練習問題を見ながら説明していきたいと思います。例えば問題に、イクミンの好きな色はと出たとします。選択肢は4択あります。はい、ブルーのアイシャドウをつけた途端にコメント欄、イクミンブルーという言葉いただきました。ありがとうございます。はい。そうです、皆さんはコメント欄に自分が正解していると思う選択肢の数字、1234の半角数字、そしてスペース、表記されているそのままの日本語の回答をコメント欄に書いてください。はい、こんな感じです。そうです、はい。さあ、イクミンブルーが好きです。ちょっと難しい選択肢あるかもしれませんが、皆さん頑張ってクイズに答えてください。今までの配信の時でも選択肢の半角数字だけをね、2とか3とか押しても、まあ、回答コメント欄にそれを、入れてもサーバーが回答してくれ、集計してくれましたが、この回答あくまでもオフィシャルな回答ではありません。リスクが伴う回答であることをご了承ください。その上で回答の仕方、皆さんにお任せいたします。はい、さあそれではね、彩香さん、いつもの感じだとはい、さあ、いつもね、絶好調でお送りしております。さあ、皆さん、そろそろ準備はよろしいでしょうか。10問のクイズが始まります。見て学んで答えてウィン。はい、さあ、それではいつものように今日の一番乗りコメントを発表していきたいと思います。はい、今夜の一番乗りコメントはユミ西郷さんで、こんばんは、今夜も楽しみ、ハートをいただきました。ありがとうございます。はい、それでね、KW さんがね、ちょっと調子が悪いなんて言ってますけども、はい、福々人さん、そして KW さん、タイミングよく膝を故障したりとか足を負傷しているというコメントもね、前あったんですけど、大丈夫でしょうか。やっぱり運動をね、コンスタントにしていても、少し膝が痛かったりとか腰が痛かったりっていう体の声を聞いてあげて、たまにはお休みを取るというのもいいと思います。はい、きちんとコンディションがベストになりましたら、ぜひ再開してください。そして、イクミンの腹筋エクササイズを KW さん、自分のスタイルとミックスでやられているそうで、ありがとうございます。あれ結構しんどいですよね。でも、コツコツやっていくとね、すごくいい感じにお腹周り引き締まっていきますので、はい、皆さん頑張ってください。はい、それでは1番目、第1問目の問題いきますよ。はい、さあ、アメリカの問題、アメリカの履歴書に書いてはいけない項目は何でしょうか。連絡先、職歴、生年月日、学歴。はい、さあ、これはね、やっぱり国が違うと文化も違う。アメリカには労働に関する法律がたくさん決められていますが、その中でもアンチディスクリミネーションローという反差別法というのがあるんですね。これが制定されています。これは、まあ、個人のスキルなどを正当に判断して採用しましょうという法律なので、まあ、もちろん日本ではね、一般的に記入する項目がアメリカでは記入してはいけない項目に法律で決まっていたりもします。はい、この回答の他にもですね、例えば年齢を書かないとか、性別を書かない、結婚歴、離婚歴、子供がいるとかいないとか、あと家族構成などを聞かないという、まあ、要はこの項目をね、基準に、この人は女性だからとか、この人は既婚者だからとか、そういったそのスキル以外のところで判断するのは差別ですよという考え方が、まあ、アメリカには深く根付いていますので、はい、さあ、皆さん、バッチリですね。そう、生年月日は一応履歴書では書きませんよという法律があります。日本はね、やっぱり新卒がいいとか、若い人材の方が需要があるという文化が、まあ、暗黙の了解的にありますが、アメリカはね、もう全然そんなの関係ありません。さあ、2問目の問題です。最近流行っている CBD の成分が最も多く含まれているのは次のうちどれ？マリファナ、アサ、アロエ、化学製品。はい。こちらもね、今大ブームですよね。アメリカでは各州でマリファナが合法になって
来てますので、まあそれに伴って CBD オイルなんかがもうすごく、まあ、CBD オイルとか CBD 製品が美容業界に参入してきて、もう今や日本でも大ブームになってきていますよね。ただこれね、その大麻草にはヘンプ、まあ、朝ですね、ヘンプと呼ばれる部類と、そしてマリファナと呼ばれる分類に分けることができます。はい、その分け方というのは CBD もしくはTHC がどれくらい含まれているかによるんですね。で、このヘンプ、朝はですね、CBD が 20% 以上、および THC の含有量は 0.3% 以下とされています。逆にマリファナはね、THC の方がすごく 20% 以上あって、CBD がもう 10% 以下なんですね。なので、日本で言うと、マリファナはもちろん法律で禁止をされていますが、この答えの、そう、朝の CBD は OK ということになっています。皆さん気をつけてくださいね。ただね、やっぱり効果はすごくあるみたいなので、リラックスができたりとか、あと痛みとかもすごく効くそうです。さあ、次の問題いきます。はい。さあ、日本人として初めて新婚旅行をしたと言われている人物は誰でしょうか？はい。さあ皆さん答えてくださいね。これはね、どの人物にでも当てはまるような答えなんですが、さあ一体誰でしょうか。はい、さあ答えてください。日本で初めての新婚旅行先はですね、実は九州らしいですよ。はい、長崎から始まって、そして鹿児島県の霧島市、そして宮崎県の高千穂までこの方足を運んだそうです。本当にね、九州ってね、いろんなもう皆さん知らないいいところがまだ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 いっぱいあるんですよ。はい、この前私は長崎に久しぶりに行ってね、初めてオランダ坂に行ったり、久々に観光地区なことを長崎でしたんですが、長崎ってね、至る所にこうプリンアイスクリームかカステラアイスクリームが売ってあって、これを食べなかったことがね、やっぱアイス好きのイクミにとっては心残りでした。食べればよかった本当に。食べたことある人コメント欄に、はい、はい、教えてください。さあスタッフ大丈夫でしたかあ、ちょっとね、はい、大丈夫でした。スタジオがね、ちょっとすごい音が響き渡ってバディがピューンと逃げちゃいましたけど大丈夫です。はい、さあ答えが出ました。そうです、答えは坂本龍馬さんです。はい、坂本龍馬さんが新婚旅行を初めてしたと言われています。さあ第4問目の問題です。土の中にいるセミの幼虫は何を食べて成長するでしょうか。ミミズ、微生物、腐葉土、そして木の汁。はい、この問題はセミの幼虫が外に出てくるとき、よく見る穴がどんなところに多く見られるかを、まあ、思い返してみたらなんとなく答えが出るかと思います。確かにね、土の中にいる幼虫っていうのは一体何を食べて大きくなるのかなって考えたことなかったですよね。はい、このクイズね、すごい面白いと思いました。今日もね、朝からスタジオの外ではもうセミの鳴き声が鳴りやまず。はい。ただね、これね、セミの命1週間とか短いって言われてますよね。ただ最近の研究では、実は数週間から1ヶ月程度生きてるのではないかということも言われているそうですよ。ね、これもへーですよね。はい、さあ皆さんのお家の周り、セミの鳴き声まだ聞こえていますか？やっぱり今絶好調にね、周りは涼しくなっても、ちょっと雨が止むともうウィンウィンっていっぱいセミさん鳴いています。はい、さあ答えはそうです、4番の木の汁を飲んでいるんですね。セミの幼虫というのは木の根っこに鋭い口を刺して成虫と同じように木の汁を吸っているんだそうです。赤ちゃんなのに大人と同じ食べ物を飲んでいる、食べているっていうのも面白いですよね。はい、さあ次の問題です。化粧品や洋服を選ぶときに意識するブルベ、イエベは何でしょうか。はい、1、肌、顔の輪郭、肌の色味、3、肌の質感、そして4、瞳の色。はい、これね、よく出てきますよね。イエベ、そしてブルベ。はい、皆さん、パーソナルカラー診断受けたことありますか？私はミスになるときに、ファイナルドレス、まあ、勝負ドレスの色を選ぶ際に参考になるということで、診断受けたことがあるんですけど、まあ、つまり、その人に合ったカラーを教えてくれるんですよね。これもね、不思議なことで自分のカラーに合った色をですね、こうパッと
胸の前とか服の前にパッて持ってくると自分に合った色が来ると顔がねパーッと明るくなるんですよ。で逆にその自分にはなかなかこう合わない色だとそのパーッと見お顔が見えるんではなくてちょっとくすんで見えたりとか体調が悪そうに見えるだのなどのマイナス効果をもたらします。なのではい、あのブルベというのはブルーベースの人でイエベというのはイエローベースの省略ですよね。その自分がブルベなのかイエベなのかを知っておくと迷わず自分に合った服そしてメイクができるので皆さん一度はパーソナル診断からやってみた方がいいのかなと思います。さあ答えは2番の肌の色味です。はい、そうですね、あのお肌が青みがかった人はブルーベース、そしてまあグレーやパープルといった人が温かみを欲しい人はイエローベースを塗ってください。さあ次、なぜ梅雨をあの梅雨と書くようになったでしょうか。梅の開花、梅を食べるから、梅の植林の時期だから、それか梅の収穫の時期だから、さあ、あの梅に雨と書いてね梅雨と読みますが、これ現代ではねそういうふうに梅雨って読みますよね。ただ梅雨もしくは梅雨とも読みます。これね、最初は梅雨っていう読み方存在してなかったんですよ。梅雨っていうのは奈良時代に中国から伝わってきた言葉で、まあ、中国ではカビをもたらす雨という意味で、まあ、違う漢字を当ててたんですね。ただカビっていうイメージあんまり良くないですよね。なので、まあ、ちょうど6月の頃には収穫を迎える梅、そう梅ですね、梅は梅とも呼ぶことから、まあ、日本あのそのカビみたいなその別の漢字を梅に当てはめて梅の雨と書いて梅雨と表記するようになったそうです。それから、まあ、梅雨と読むようになったのも実はもっともっと後のことで最近のことなんですよ。はい、さあ答えはそう4番の梅の収穫の時期だからです。そう、イクミンも今年初めて、人生で初めて6月に梅の収穫をしていて、梅雨の感じを見た時にね、本当だってこう体感したのをすごく覚えています。やっぱり昔の人はね、自然と共に四季を感じていたんだなと思いました。さあ、7問目の問題です。くすみを抑えて透明感を出したい時のコントロールカラーは何色でしょうか？ブルー、黄色、ピンク、オレンジ。はい。さあ、コントロールカラーというのは、色のついた化粧下地のことです。気になる肌の色を整えてくれる魔法の化粧下地です。赤みとかくすみ、クマをカバーしたりとか、あと健康で透明感のある肌を演出したり、お肌の発色をね、良くしてくれたりします。オレンジ系の色を選ぶと、目のクマ、くすみ、そして血色をよく見せたいという人はピンク系、でグリーン系はですね、逆に赤みを抑えたい、まあ、あの赤みが出る方いますよね、とかニキビの方とか、まあ、そういう赤みを抑えたい人はグリーンベースの、はい、コントロールカラーを使うといいのだそうです。やっぱりあの何色かを持っていると、今日はちょっとなんか黄色っぽいなとか、自分のその日の肌のコンディションによって使い分けられるようになるといいですよね。はい、ここでもねイエローベースやブルーベースとの関係がありますので、自分のお肌の色を見て上手に皆さん使い分けてくださいね。はい、さあすごいもうバッチリですね。そう、これレポートの中でも、透明感を出すためにはイエローベースの私が部分的にブルーベースのコントロールカラーを使っていましたよね。はい、あれを塗るとね本当に透明感が出るお肌を作ることができます。参考にしてくださいね。はい、さあ次8問目の問題です。この中で上向き美女シリーズではないものはどれでしょうか。1プラセオリーグラン、2レリティス、3ベルポア、4エスプリフト。はい、さあ今回のレポートを見ていただいて皆さんお分かりになったと思いますが、ダイアナさんって本当にいろんないい商品を展開していますよね。はい、私はですね、まだまだ紹介できていないもの、まだまだ裏のテクニック紹介していないものたくさんあったんですが、はい、あとね伝えたいことがいっぱいありすぎて、もう気がつけばもうカメラの前で永遠に1時間ぐらい喋っていたので、今回のレポートは本当に絞りに絞ってぎゅっと短いバージョンになっております。はい、あの先ほども言いましたが、いつか皆さんとこうフルバージョンでいろいろとスキンケアとかメイクに関してお話ししていきたいなと思います。はい、さあ皆さん楽しかったでしょうか。はい、さあ
はい、指名非公開さん、長いあのコメントありがとうございます。皆さんいい感じで答えられていますよ。はい、武田さんも参加ありがとうございます。さあ答えがそうです、2番のレリティスでした。レリティスは上向きシリーズではないんですね。はい、皆さんもうバッチリです。はい、さあそれでは9問目の問題に移っていきますよ。これもね、夏らしい興味深いクイズとなっております。はい、日本で一番観光客が多い祭りはどこでしょうか。青森ねぶた祭り、2、札幌雪祭り、3、仙台七夕祭り、4、博多祇園山笠。はい、これ面白いですよね。皆さんの地域のお祭り、どんなお祭りがありますか。イクミのふるさと佐賀県にはやっぱり無形文化遺産にもなっている唐津くんちが有名なんですが、今年はもうね、もう西日本でもトップレベルの、まあ、筑後花火大会とかすごく毎年ね楽しみにして、九州に帰ってきたからには行きたいと思ってたんですけども、やっぱりあの花火大会も祭りも中止になってしまって、やっぱりね、それがね、昨日どこかでこのスタジオの近くで花火がボンボン鳴ってる音がして、慌ててね屋上に行ってこう見てみたんですけど、やっぱりあのこのスタジオの周りは自然に囲まれてますので、山の向こうがすごくピカピカ光っていて見れなかったんですけど、音だけでも花火が上がる音が聞けて、やっぱり夏は花火が見たいなぁと思う今日この頃というか昨日でした。はい、さあ、お、札幌雪まつりという答えが結構はいありますね。ねぶた祭り気になるけど2にしようと。そう、あ、これ分かれました。お、そしてなんで博多祇園山笠が誰も選んでくれてないけど、答えはそうよ、1位の博多山笠でした。はい、これダイヤちゃんの出番ですね。これなんでみんな博多山笠そんな人気ないと思ってるの。ちょっとこれ九州人にしては悲しいよはい、さあ英語の問題です。よからぬ状況を英語で何と言うでしょうか。 in hot 〇〇 tea coffee soup water。 はい、さあ〇〇の、はい、中に入る言葉は何でしょうか。はい、さあこれね、よからぬ状況とかね、深刻なトラブルがあるという時にこれ使います。まあ普通はね、 you are in big trouble とか、まああなたはすごい大変よみたいなことを言うんですけども、あの、なので、you are in big trouble now って言われたら、まあその代わりにこの言葉を言われます、たまに。はい。まあよく言われたくはないフレーズですよね。はい、you're gonna be in trouble って言われる前、代わりに、そう、はい、皆さん結構ね、答え言ってらっしゃいますので、そう、you are in hot water と言われます。だからもうこう熱い熱湯風呂に入るぐらいトラブルになりますよっていうことですよね。はい、ぜひあの言われたくはないんですけど知っておくといいですね。やっぱりこれを言われてね、ポカーンとしてたら後々なんか大惨事になってしまう可能性があります。そう、あ、すごい正解率 100%。 そう、 in hot water、 これはなんかこう覚えやすいイディオムですよね。そう、あの熱いお湯に入ることになっちゃうよっていう意味だそうです。はい、未だにね、こう博多山笠を誰も選んでくれなかったことが衝撃すぎるんですけどなんで。はい、さあ、お、1位の方、K 島村さん、おめでとうございます。そしてはい、2位が、はい、もう博多山笠誰も選んでくれなかったから1位の人でも9問正解、超珍しい回です悲しい。はい、さあ2位ユミさん、愛子さん、おめでとうございます。そして3位が MK さん。はい、さあ4位が木綿のきぬこさんで、5位が M ともみさん、6位が、はい、エドワード&バーニーさん。もう、あの、うさぎありがとうございます。はい、そして7位が、しゅんごつのださん。はい、8位が、ゆきんこさんで、9位がテラニョンさん、10位がデイミーさんで、11位があたかさん。そして、12位が MSH さんで、13位がジョンソンビルさん、14位がニューマシャさんで、15位が、ルナ N さん、そして、16位が北村由美子さんで、17位がキャサリン・ジェイウェイさん、18位が、山下美美さんで、19位がミニー高瀬さん。みんな9問。みんなね、あのね、福岡の博多山笠もすんごい盛り上がってるんですよ。はい。あんまり存在ないのかしら、全国的には。ちょっとよく、あのね、あのすごい福岡にいるので そこら辺の全国的な感覚はよくわからないですが、確かにねぶたとかね、仙台とか、あの札幌雪まつりとかも有名ですもんね。うん、でも誰か一人は選んでほしかった
はい。さあ、ケイさん、博多答えられなくてごめんなさい。いいんですよ。これで、こういうことがあって、皆さん記憶にね、残ったと思いますからね。はい。さあ、MSH さん、先週参加できなくて残念だった。娘のバースデーパーティーやってたらいつの間にか終わってて。いや、でも素晴らしい。お母さん。いや、娘さんのバースデーパーティーを優先してあげてください。はい。さあ、祇園とチャウンというのは、そう、祇園博多、山笠ですよ。はい。さあ、はい、9問目は、悔しい、残念、高崎さん。はい、9問目。あ、博多どんたくって言ってくれたらっていう、のりんとんさん。確かにね、博多どんたくって言えば全国的に分かったんですかね。やっぱり博多山笠ってみんなピンとこない？はい。さあ、それではね、ちょっと少し皆さんに、皆さんアドバイスが欲しいという芝黒さんと、そしてポポタン A さんのね、クイズなの前半の部分で、はい、ゴールデンプロポーションアワード全国大会出場できるようになりましたと、おめでとうございます。そこで、イクミンに質問です。どうしたらいい笑顔で撮影ができますか？そしてポポタン A さんも、私も写真が苦手です。どうも被写体が悪くていい感じにならなくて、ということで、これね、ポポタン A さん、被写体が悪いわけではないんですよ。そう、イクミン IYG ビューティーアカデミーというね、ニスの卵、イクミンの卵、イクタマたちをこう、ビューティーにね、育て上げるために、もちろんカメラの前のトレーニングをやるんですが、やっぱりね、フォトシューティング、カメラの前でいかに自分を最大限に美しく出すかっていうトレーニングをね、まだ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 イクタマちゃんはすごく甘いんですね。というのも、まず自分の顔を研究して、キラーアングルっていうのは誰でも持ってるんですよ。キラーアングル。そう、一番美しく映るキラーアングルをまずいっぱい写真を撮って、まあ一人でやるんだったら自撮りをしていただいて、いろんな角度で写真を撮っていく。それで見比べた時に、あっと、あ、漏れてるなって思った写真のその角度がまず皆さんのキラーアングルなんですね。で、プラス、まあ、表情の出し方とかいろいろあるんですけど、今回は、その、ゴールデンプロポーションアワードの全国大会に出場する、まあ、はい、芝黒さんだったりとか、岸本優子さんだったり、皆さん、笑顔をね、やっぱりゴールデンスマイルを出さなきゃいけないので、ポイントはやっぱり口角をグイッと上げること、そして、上の歯と、下の歯ができれば両方見えてる方がハリウッドスマイルと言われていて、とても素晴らしいスマイルだと言われているんですけど、やっぱりお口の構造上下の歯が出にくい方もいらっしゃいます。私の大先生でもありますスティーブン・ヘインズさんの笑顔がね、本当に参考になりますので、皆さんググってスティーブンの笑顔を真似してくださいと言いたいんですが、はい、なので口角を上げていただいて、このようにね、で、上がらない人はちょっとお箸をここに噛んで、イーってやる練習をしたらいいと思います。はい。そして、緊張すると顔がこわばってしまうので、ステージに出る前は顔をほぐして、こうやってね、柔らかくして、目をパッチリ開けて、ニコッと口角上げて笑っていく。そして自分のゴールデン、キラーアングルをステージ前で出す。そうすると、もう本当に、パーッと素敵なオーラが出ますので、皆さん頑張ってステージで楽しんでください。あとはもう本当に心から楽しむことです。はい。もうね、これも語り出したらキリがないので、いつか皆さんの前でレクチャーする日ができたらいいなと思っております。はい。さあ、はい。口角イクミめっちゃ綺麗に仕上がっていますよね、辻さんと、ありがとうございます。やっぱりね、世界一を取るまでにかなり練習しました。そして自分のお顔を研究する、やっぱりいろんなメイクとかいろんな先生がいると思うんですけど、私は思うのは自分の顔が教科書だと思っています。なのでやっぱりミラーを見る回数が多い人ほど自分の顔を知っている、つまり美しくなるということだと私は思っています。なのでみんな頑張ってくださいね。はい。さあ、はい。そして、もうコメント拾っていきますね。はい。さあ、テラニョンさんすごいです。あと、岸本優子さん参考、口角を上げる練習をします。そう、1日ね、3分、朝起きてから、とにかく、歯磨いてるとか、顔洗うついでに、笑顔の練習を大会前までにやってみるといいと思います。はい。そして、マリコさん、キラーアングル頑張ろう。そう、キラーアングルを見つけた人は、ものすごく写真の前では強いです。はい。さあ、笑顔は大事ですね。今日は本当に疲れた。と。はい。イクミ、ありがとうございました。と、芝黒さんね。いや、もういつでもね、何でも聞いてくださいね。
はい、さあそれでは進んでいきますね。今日上位入賞者3位、そして、ラッキーウィナーの安政さん、もしクイズナ登録を済んでいない方はこの後ぜひパソコンのメールアドレスでクイズナに登録をしてください。はい、出ないと皆さんに素敵なプレゼントを送ることができません。はい、さあそして次回のクイズナビューティーです。8月29日日曜日ですよ。8月最後のクイズナビューティーになってしまいますね。はい、さあ8月最後のクイズナビューティーも盛り上がっていきましょう。そしてクイズナビューティーにはオフィシャル SNS もあります。インスタグラムは、はい、@クイズナ.jp というオフィシャル SNS があります。そして Facebook はこちら@クイズナ、はい、Facebook @クイズナというオフィシャル Facebook があります。そして Twitter もあります。 Twitter はクイズナ_jp がありますので、もし持っている方ぜひぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いします。はい、さあ夏休みも終わりが近づきますねと安政さんコメントいただきました。はい、そうですね、夏休み終わってしまいますね。はい、さあそしてポポタエンさんもありがとうございました。はい、マリコさん、西日本大会では引きつっていました。いやもう緊張しますよね。わかりますよ、引きつるのはもうしょうがない。だけども練習がその緊張をほぐしてくれますのでね、自信がつくまでとことん追い込んで練習してみてください。はい、さあそれではね、もう楽しい時間もあっという間ですね。はい、さあ森ゆう子さんもキラーアングル見つけてください。 ね、イクミンがね、見つけてあげたい、みんなのキラーアングルさあそれではいつもの言葉でお別れしたいと思います。今日も長い間お付き合いいただきありがとうございました。見て学んで答えてみん、クイズナビューティーダイアナスペシャル、バイバーイ。